2000型はフィリピンの首都マニラでライトレールトランジットオーソリティが運営するマニラライトレールで使用される電車の位置形式 MRT-2000 向けに製造された車体長23メートル級の大型車両であるメガトレンとも呼ばれる MRT-2000 はマニラ首都圏のパシグ、マリキナ、ケソンシティ、サンファン、マニラを経由し 首都圏を横断する高架通勤鉄道である。1996年から正式に建設プロジェクトが開始された。この路線は契約に関する不正の疑いによる中断を経て2000年に日本のマルベニを中心としたフィリピン国内外の企業によるアジアヨーロッパ MRT コンソーシアムによって建設工事が行われる契約が交わされた。その中で車両については二千年に 韓国の機械メーカーである現代、ロテムへ向けて発注が実施された。これが2000系電車である。1時間あたり24本の運行により、最大5万人を輸送するという計画や、高架路線を走ることによるプラットフォームの長さ、制限により、2000型は、車両長 23,500mm、車体幅 3,200mm という、ライトレール規格で導入された。 LRT-1000 の車両とは異なる大型規格を採用している。編成は4両固定、車体はステンレス製で、両開き式の乗降扉は、先頭車、中間車とも、車体両側に5箇所設置されている。連結面には、扉がない貫通路があり、車両間の往来が可能である。また、戦闘部右側には、非常扉が設置されている。座席は、 すべて6人掛けのロングシートで FRP を用いて製造されている。車内は冷房が完備されており、ユニットクーラーが各車両の屋根上に2機設置されているほか、終電装置であるシングルアーム式パンタグラフも,も中間車の屋根上に1機存在する。台車は先頭車、中間車双方とも動力台車で軸バネは円錐積層ゴムを枕バネは 空気バネを用いる。一つの台車には2機の3、消火後形誘導電動機が搭載されており、イベット素子の VVVF インバータ制御装置によって制御される。制動は、踏みづら空気ブレーキや回生ブレーキを併用する電気指令式ブレーキによって行われる。これらのうち、電気機器は投資場によって製造されたものである。保安装置として、自動列車停止装置、 自動列車保護装置、自動列車制御装置が設置されているほか、自動列車運転装置も搭載し、自動運転が行われている。2003年4月5日に一部区間が先行開業し、グロリア・アロヨ大統領を招いた開通式典も実施された。それに合わせて2000系の営業運転も始まり、翌2004年以降は MR、MRT-2000 の全線で使用されている。 4両編成18本が導入されたが、2018年の時点で営業運転に使用されていたのは10本であった。これらの車両について、老朽化のため冷却能力が50%に低下していた冷房装置の交換が2018年から翌2019年4月まで行われた。運用から離脱していた8本に関しても、MRT-2000 の延伸による、 輸送力増強計画に合わせ2019年までに機器の修繕や冷房装置の交換を実施し営業運転に復帰させる予定となっている。ありがとうございます。